皆さんこんにちは。この前グラデーションネイルに挑戦したのでチュートリアルをやります。まず必要なものは、ベースコート、トップコートと白いネイルマニキュア、白いマニキュアで、私が使っているのはサリー・ハンソンの White on 300で、好きな色なんでも OK です。好きな白いマニキュアで、マニキュア3色、濃いの薄いのともうちょっと薄いやつだったら綺麗にグラデーションができるんだけど、このピンクはフューシャパワーサリー・ハンソンで、これはシンフォルカラーのソウルメイト、そしてウェット&ワイルドのティクルドピンクを使いました、この前はね。で、あとはセロテープ、爪の周りにつけるセロテープも必要なんだけど、いらなかったらもういいんだけど、掃除が後で簡単になるので。で、メイクスポンジと、これでグラデーションするんだけど、あとは、綿棒。綿棒で爪の周りきれいにするために使います。そして、マニキュア落とし。何でも OK です。ベースコートを塗って乾いたら、爪全部に白いマニキュアを塗ります。で、爪がちゃんと 100% 乾いてきたらスポンジでグラデーションするんだけど、最初は濃い色を塗って、その後にもうちょっと薄めと、で超薄いやつをやるんだけど、私セロテープつけ忘れたので、この後にあって感じでセロテープつけるんだけど、はいで、セロテープ爪の周りにつけて、そしたら後で掃除が簡単になるので、で、グラデーションします。で、こんな感じでつけて、最初は多分、って感じかもしれないけど、これで少しずつブレンドすると綺麗にグラデーションになるので、やってみてね。で、私指1個しかやってないんだけど、この時、ピンク色はね。でも、もし指5本もちろんやるんだったら、1個に集中するんじゃなくて、指全部にやれば大丈夫です。で、ちょっと乾いてきたら、もう一回2コート目をやるとどんどん色がはっきりなので、自分がもうこれぐらいでいいなって思う程度でやれば大丈夫です。もし薄いのが好きだったら薄いまま1コートとか2コートでストップしても OK です。で、違う色でもやってみたんだけど、青、それでも良かったし、あとは全く違う2色、紫と黄色もやったんだけど、それでもまあまあいいかなみたいな。で、できるだけ濃い色の方が、やりやすいです。何コートも必要じゃない色ね。で、トップコートつけて、全部乾いたらトップコートつけて、セロテープを取って、爪の周りをきれいにすれば完成です。結構簡単なので、みんなやってみてね。バイバイ。